こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですけども、大人がこの夏セールで買うべき服10選というテーマでお届けをしたいなと思っています。先日コメント欄を読んでいたら、この夏のセールで買うべきものをぜひ教えてくださいというものが、いくつかあったので、あ、そういえばセールの季節だったなということをですね、皆さんのコメントから気づかされたわけなんですね。というのも、以前であればセール時期って結構明確で、7月の1日から大々的にスタートすることが少なくなかったんですが、ここ数年の流れとしては結構ですね、6月の中頃ぐらいからですね、会員限定のプレセールみたいのをやって、そして7月の初旬から、ちょっとゆるっとセールが始まっていくみたいなですね、流れが結構強まっていて、そんなにですね、目立ったセールというのが最近は感じられなくなってきてるんですね。これはオンラインでもそうですし、実店舗の方もそうなんですが、この時期になるともう本当にセールのものばっかりで、見ていてちょっとワクワクしないなというのが正直なところだったんですが、最近は結構春夏もでもまだまだセールになってないものがあったりだとか、新作も入っていたりだとか、一部セールになっているものもあったりだとか、一つの店内にですね、いろんなテイストのアイテムが置いてあるので、以前に比べると明確なセールというのが分かりづらくなっているかなと思います。そんな昨今のですね、セール状況において、今買うべきものはどんなものなのか、今回はいろいろとですね、サイトを横断しながら皆さんにお勧めできそうなものをですね、10個かき集めてきましたので、ぜひ皆さんもですね、まだ夏服ちょっと足りないかなとか、もうちょっと足したいなという方はですね、今回の動画を参考にしながら買い物を進めていただければなというふうに思っています。今回10個ありますので、ぜひ皆さんですね、ラジオ感覚で気軽に聞いていただければなと思います。お、これはいいなというのがあったらですね、立ち止まってゆっくり見ていただくとちょうどいいかなと思いますので、ぜひ気軽にですね、お楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速いってましょう。はい、ということで、ここからはですね、具体的にセールの中でおすすめアイテムですね、10個皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、僕のチャンネルの中では基本的にですね、ユニクロ、GU、グローバルワーク、そして無印良品だとか、このあたりの価格帯を抑えたお店、ブランドをご紹介することが多いんですが、今回はこのあたりはあえて触れません。もともとコストパフォーマンスが高いので、あえてセールの時に買うというよりは通常の価格でしっかりと買った方が僕はいいかなと思っていまして、そうではなくて普段はちょっと高くて手が届かないんだよなと思っているようなセレクトショップのオリジナルですね、このあたりがセールになるとすごく買いやすくなりますので、今回はこちらを中心に選出をしてみました。具体的には僕のチャンネルの中でよく出てくるようなグリーンレーベルですとか、ビューティー&ユースですとか、シップスエニーですとか、ジャーナルスタンダードレリウムだとか、このあたりを中心に解説をしていきたいなと思いますので、ぜひ皆さんもですね、普段はなかなか手が出しづらいんだよなというものにですね、このチャンスにトライをしていただきたいなと思っています。ということで、まず一つ目はグリーンレーベルのですね、こちらの商品ですね、ソワトリュフエクスプローラーシャツですね。価格はですね、9350円だったものが 30% オフで6545円になっております。ということで、これはすごく使い勝手のいいですね、レギュラーカラーのついた半袖のシャツになっています。サイズ感は少しゆったりめでボックス型になっていまして、今のトレンド感をちゃんと抑えたようなグリーンレベルさんらしいシャツになっています。で、胸にはですね、2つの左右対称にパッチポケットがついていまして、ちょっとしたアクセントになってるんですね。このあたりも含めてかなり使い勝手がいいんじゃないかなと思います。色はですね、ライトブルーとネイビーとナチュラルのこの3色になっていまして、個人的にはベーシックで使いやすいネイビーか、もしくはパッと明るい印象になりますライトブルーですね、このあたりは非常に使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。素材はコットン、トリアセテート、ポリエステルの3つをですね、コンボさせたものになっていまして、ナチュラルなコットンの風合いと少し滑らかさだとか光沢感を感じるようなトリアセテートだとかポリエステルの質感も楽しめるので、非常にですね、上品に見えるようなシャツかなと思います。夏の着こなしはついつい T シャツ1枚のラフな形になりがちなんですが、1枚きれいめなシャツを持っておくとすごくですね、大人っぽく上品に見えるので、このシャツは6000円台ということで結構買いやすくなってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。続いて2つ目、同じくグリーンレベルからクールタッチシャンブレージャーディガンストレッチ接触冷感というアイテムですね。これはですね、カラー展開がですね、ベージュネイビーという2色になっているんですが、どっちもいいんですよね。価格がですね、なんと 17,600 円だったものが 40% オフで 15,560 円になっています。
まあ、ジャケットはすごくですね、使える範囲が広いんですね。ビジネスカジュアルからきれいめのカジュアルまで使うことができまして、最近はですね、もうスーツはあんまり着ないよという方も増えてるかなと思います。まあ、そんな方にとってジャケットは持っておくと便利なアイテムなんですけども、まあ、ネイビーは結構お持ちの方いらっしゃるかなと思うんで、僕は個人的にベージュがいいなと思いました。まあ、ベージュの中でも少しグレーが混ざったような上品なベージュで、やぼったく見えないし、すごく上品に見えるんですね。で、ベージュ系のジャケットって着るだけでちょっと柔らかい雰囲気が出ますし、意外と女性からの評判が良かったですので、ネイビーの次にはこういったベージュ系持っておくと便利かなと思うんですが、やはりですね、なかなかネイビーに比べるとハードルの高さを感じる方もいらっしゃるかなと思うので、こういうアイテムこそセールで買うのが非常にいいかなと思います。現段階ではまだ ML 在庫残っています。まあ、在庫がない S に関しても実際の店舗に行けばまだ残ってる可能性がありますので、まあ、取り寄せも含めて検討していただくといいのかなと思います。で、このアイテム名を見ていただくと分かる通り、ジャケットとカーディガンをですね、ガッチャンコしたような形でジャーディガンという造語が付けられているんですね。まあ、いわゆるですね、カチッとしたスーツのようなジャケットではなくて、どちらかというとカーディガン感覚でさらりと羽織れるような、そんなジャケットになっていますので、意外とビジネスカジュアルだけではなくてカジュアルでも使っていただけますし、肩肘張らずに気軽にですね、 T シャツの上に重ねて着ることができるような、まあ、そんなですね、仕上がりになっているかなと思います。まあ、ベージュジャケットに関してはブラックのパンツだとかネイビーダークグレーのパンツに合わせれば、それだけで簡単に着こなしが構成できます。あとはですね、ジャケットの下にはできればですね、ジャーディガンと呼ばれるようなすごくラフなものなので、丸首の T シャツだとか丸首の半袖ニットだとか、まあ、このあたりを合わせてラフに着るのがいいかなと思います。1,560円でグリーンレベルのジャケット買えるのは非常にコスパも高いかなと思いますので、ぜひチェックしてみていただければなと思っています。続いて3点目もグリーンレベルから、リップルチェックダブルパッチバンドカラーシャツブルゾンですね。これは 12,100円のものが 40% オフで 7,260円になっています。これはですね、今見ると暑苦しいなという感じがするんですが、春にリリースされたものがですね、この時期にセール価格になっているという感じなんですが、こういったアイテムというのは次の春まで待たなくちゃいけないというわけではなくて、そのまま秋にも使えるんですね。なので春秋用のアウターとして考えてもらうと便利かなと思います。どんなに暑くても季節は回って繰り返されるわけなので、まあ、こういったものを秋に向けて持っておくのもすごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、いわゆるですね、シャツアウター的なアイテムで T シャツの上にさらりと着るだけでしっかりと様に見えるような、そんなアウターになっています。襟元に関しては僕が今着ているようなレギュラーカラーではなくてバンドカラーになってるんですね。襟元すっきりと見えまして、今っぽさも漂いますし、大人っぽい雰囲気も簡単に出せるような、そんなシャツアウターになっています。一番最初にご紹介したような半袖シャツと同じようにですね、両胸には蓋付きのポケットがついていて、デザイン的なアクセントがちゃんと加わっているというところ、ここがすごくバランスのいいポイントかなと思います。色は3色展開になっていまして、ダークグレー、ナチュラル、ケリーの3色なんですが、個人的には秋冬なのでダークグレーですね、この色合いがすごくいいかなと思いました。素材はコットンとナイロンを混合させているんですが、シャリ感があって表面にはですね、織による格子柄みたいなものもですね、うっすらと見えますので平坦に見えないですね。このあたりも含めてなかなか上品な仕上がりになっているかなと思います。このような羽織物感覚で着れるようなものが1万円切って7000円台前半で買えるというのもかなりコストパフォーマンスがいいかなと思うので、まあ、セールの機会に買うべきものとして、夏今すぐ着れるものを買うというのもいいかなと思うんですが、意外とですね、春物がセールになっていてそれを秋に使うというようなちょっとした先物買いみたいなものも結構良かったですので、まあ、そういった感覚で買っておくのもいいかなと思うので、ぜひチェックをしていただければなと思っています。続いて4点目なんですが、ビューティー&ユースからナイロンサージキャップというものですね。これ4950円だったものが 40% オフになってまして、2970円で購入することができます。カラー展開は3色になっていまして、個人的に一押しはブラックです。まあ、夏の小物として僕はですね、帽子系はですね、必ずあった方がいいアイテムかなと思ってるんですね。というのも、まあ、動画の中で散々お伝えしている通り、夏の着こなしというのはどうしてもシンプルになりがちなんですね。 T シャツ、短パン、サンダルだとか、このようなラフなスタイルになったりすることもあるかなと思うんですね。特に真夏の外遊びだとそういった着こなしにもなりがちなんですが、まあ、こういった着こなしの時にやっぱり小物使いって大事になってくるかなと思ってまして、このようなキャップが一つあるだけで結構ですね、アクセント要素としても活躍してくれますし、それだけではなくて実際に日よけにもなるので、キャップはめちゃくちゃあると便利なんですね。
で、キャップといえばユニクロだとか無印だとかグローバルワークだとか価格帯を抑えてですね、シンプルな無地黒って売ってるんですけども、それはそれでめちゃくちゃいいです。コストパフォーマンスがいいんですけども、やはりですね、ちょっと気分を上げたい、満足度を上げたいという意味では、セレクトショップのオリジナルなんかを買うと、やっぱりですね、素材の使い方だとか、あとは気分の高揚感ですね。ユニクロのキャップもいいけど、ビューティー&ユースの被ってる方が気分が上がるというような、まあ、そういった方もいらっしゃると思うんですね。それは僕自身も含めてそうなので、まあ、ぜひですね、ビューティー&ユースのキャップですね、このあたりやっぱりこなれていて使い勝手がいいんですね。グリーンレーベルとビューティー&ユース、同じくユナイテッドアローズのグループなんですが、よりトレンド感があってカジュアルな着こなしが得意なのがビューティー&ユースかなと僕は思っていまして、まあ、このようなキャップみたいなものはやっぱりビューティー&ユース得意としているものなので、まあ、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。まあ、素材はですね、ウールとナイロンとポリエステル、この3つをですねミックスさせているので、まあ、上品な質感がですね楽しめるような、そんな仕上がりかなと思います。なかなかこのような素材使いのキャップって無印だとかユニクロでは買えないかなと思うので、まあ、セレクトショップのオリジナルらしい仕上がりになっているかなと思います。で、キャップというものはどうしても子供っぽく見えがちなアイテムなんですね。だからこそ柄だとか色だとかそういったものはなるべくシンプルな方が使い勝手がいいかなと思ってまして、ブラックの無地で素材感にこだわっているというような、このあたりはめちゃくちゃ使い勝手がいいかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいなと思っています。はい、どんどん行きましょう。続いて5点目なんですが、アーバンリサーチのですね、フィブリルボックスシャツですね。価格が 1万1000 円だったものが 20% オフの8800円になっています。これもですね、今すぐ使えるようなアイテムなので、まあ、1枚持っておくと便利かなと思うような半袖シャツになっています。1枚目のグリーンレベルのシャツと比べると、こちらはですね、素材感がですね、とろみがあって、また上品な見え方になるんですね。素材にレーヨンが使われていますので、上品なドレープ感だとかとろみのあるような質感というところが表現されていて、まあ素材の雰囲気が上品に仕上がっているような、そんなシャツかなと思っています。グリーンレベルのシャツは両胸にポケットがついていましたが、こちらのアーバンリサーチのシャツに関しては左胸に1つだけのポケットになっていまして、蓋もついていないです。それだけシンプルなシャツに仕上がってるんですが、素材の質感がよりですね、光沢感があって、そのもの自体に主張があるので、あまりデザイン自体にはアクセントをつけすぎないようなバランスになってるのかなと思います。これはセールになる前から僕が注目していたシャツなので、これがですね、今時期に 20% オフになっているというのはすごくですね、ありがたいなと思っています。吸水速乾性もあって、接触冷感機能もあって、 UV カットもしてくれるというような機能面も充実してますし、なんといっても色味もいいんですね。先ほどのグリーンレベルのものは結構ネイビーとライトブルー、まあ、特にライトブルーの爽やかさがすごく素敵だなと思ったんですが、こちらのアーバンリサーチのものはですね、個人的にはチャコールグレー、もしくはアイスグレーのグレー系の色味がすごくいいんじゃないのかなと思いました。チャコールグレーっていうのは上品な都会的な深い色味で、僕も大好きなですねカラーになっていまして、結構いろんなものに取り入れてるんですね。中でも半袖シャツにチャコールグレー入れると、大人っぽくて上品さがより出しやすいかなと思うので、一押しはダークグレーですね。まだサイズは SML と3色とも在庫がある状態なので、まあ、すごくこれはおすすめかなと思います。まあ、ダークグレーのシャツに対してボトムスをホワイト系でまとめてもらえば、重たすぎる雰囲気も出ないので、これはすごく使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。またネイビーに関してもベーシックなカラーなんですが、素材感にとろみがあって上品さが漂うので、しっかりと主張は出せるのかなと思います。またアイスグレーに関してはグレー系なんですけども、ライトグレーのような明るみのあるカラーで、これまたですね清涼感があってすごくいい色味かなと思います。白 T の上に重ねてあげると、それだけで程よいグラデーションが作れたりするので、この色もいいんじゃないのかなと思います。サイズ感も有酸のあるようなボックス型になっているんですが、袖丈ですね、少し長いんだけども関節にギリギリかかるかかからないかぐらいの大きすぎないバランスというのも使い勝手のいいポイントかなと思います。先ほどのグリーンレベルのシャツがいいか、アーバンリサーチのシャツがいいか、このあたりは分かれるところかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんも好みに応じてですねチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて6点目ですかね。何点目だか分かんなくなってきそうですけどもね、これまたアーバンリサーチからリネンレギュラーフィットシャツですね。価格が1万1000円だったものが 30% オフの7700円になっています。まあ、これまではですね半袖シャツをご紹介してきましたが、まあ、ある程度年齢を重ねてくると、半袖シャツなんかあんま着たくないんだよな、もうちょっと大人っぽくて上品なもの着たいんだよなという方もいらっしゃるかなと思うんですね。まあ、僕自身ですね、今長袖のシャツを着て腕まくりをしていますが、半袖シャツもいいんだけど、意外と長袖シャツの腕まくりが
大人っぽくて上品で結構しっくりきたりするんですね。なので僕はたまに着たりするんですが、まあ、そんな時にコットン系のシャツよりもリネン系のシャツの方がより定番的で、素材的にもすごく夏に適しているので、長袖着るんだったらリネンシャツがいいんじゃないのかなと思います。まあ、最近は半袖のオープンカラーシャツだとかレギュラーカラーシャツに押されて、結構リネンの長袖シャツってなかなか見つけるのが難しくなってきたんですね。だけど使い勝手のいいのは間違いがなくて、そのあたりアーバンリサーチでしっかりと押さえているので、まあ、今回こちらをご紹介したいなと思ってるんですが、ビッグシルエットに振ったようなものではなくて、まあ、いわゆるレギュラーフィットぐらいの通常のサイズ感になっています。だからこそ40代中頃からそれ以上の大人の男性にはバチッとはまりやすいようなベーシックな見た目になっているかなと思います。まあ、今シーズンはですね、フランス産のリネンをですね使っていることで、まあ、上品な質感というところも非常にですね感じていただけるような仕上がりになっているかなと思います。カラー展開もすごく豊富で、何色あるのかな、これ6色あるんですね。まあ、その中で個人的におすすめしたいのは、これまたチャコールグレーかなという感じですかね。これ先ほどもですねグレー系をアーバンリサーチのシャツでおすすめしましたが、結構ですねこのチャコールグレーの色味またちょっと違った感じで、僕はなかなかいいんじゃないのかなと思います。すごく深みのあるグレーというよりはミディアムグレーとチャコールグレーの間ぐらいの濃すぎないグレーになってまして、見え方によってはちょっとこうグリーミーも感じるような曖昧なグレーになっていまして、この色味がめちゃくちゃいいんですね。ベーシックなリネンシャツなんだけども、色味は都会的で今っぽいというところ、このあたりのですねバランスがすごくよく表現されているかなと思います。着方としては白 T の上に軽く羽織って腕まくり、こういった形がいいと思ってまして、前はですね全部開けるか、もしくは第1ボタン第2ボタンぐらいまで開けて少し白 T を覗かせてあげるか、このようなバランスがすごくいいんじゃないのかなと思います。リネンシャツというのはシワっぽいんですよ。だけども長袖シャツで上品さがあるからこそ、このシワっぽさというのがいわゆる味に感じるというところ、そこがですねすごくバランスがいいところかなと思うので、まあ、ぜひ皆さんもですね大人世代でなおかつ半袖シャツで二の腕あたりが見えるのがちょっと嫌だなっていう場合は、この長袖のリネンシャツは鉄板で使いやすいと思います。なかなか他のショップでは扱いがないようなアイテムなので、ぜひアーバンリサーチでチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いては T シャツいってみましょうか。もう何点目だかよく分かんなくなってきたので、ここからはカウントはあえてお伝えしません。続いてご紹介したいのは同じくアーバンリサーチからシルケットポンチ T シャツですね。こちらは7150円だったものが、まあ、20% オフということで、そんなにオフ率としては大きくはないんですが、今すぐ使えるものとしてはすごく便利かなと思います。これがですね5720円になっていますね。これはですねセール価格になるんだというような驚きあるような、まさに今使えるようなアイテムになっているかなと思います。カラー展開めちゃくちゃ豊富ですね。何色あるんだこれ、 1,2,3,4,5,6,7,8色ありますね。何を選ぼうか結構難しいところではあるんですが、個人的におすすめしたいのはまずはディープネイビーと、あとはですねサックスと、さらにはスモークグリーンですね。このあたりが使い勝手いいんじゃないのかな、まあ、どれ選んでもいいかなというぐらいですね使い勝手がいいような、そんな T シャツになってるかなと思います。まあ、このあたりはアーバンリサーチにとってはベーシックで使いやすい定番的なアイテムになってるんですが、いわゆるですねシンプルな無地 T シャツなんですけども、ポンチ T シャツということで薄すぎないんですね。適度な厚みがあるので、乳首が透けたりだとか体のラインを拾いすぎるような、そんな薄手のものとは違ったような、すごく大人っぽく見えるような T シャツになってるかなと思います。シルエットも少しゆとりは出しているんですが、決してビッグシルエットになりすぎるようなものではないので、大人っぽく着やすいかなと思います。通常の皆さんのサイズを選んでもらうか、場合によってはワンサイズ上げてもですねトレンド感を漂うような、そんな着こなしが実現できるかなと思います。でこのようなシンプルな T シャツというのは白とかブラックもいいんですけども、僕はどちらかというとユニクロだとか無印で買えないようなちょっと曖昧なカラーを選んでもらった方が、セレクトショップのオリジナルという感じが楽しめるのかなと思います。そういった点で先ほどご紹介したディープネイビーですかね、深めのネイビーなんですけども、いわゆるブラックに見えるようなネイビーではなくて、ちょっと明るさも感じ合えるので、これはですねすごくいい色だと思いますね。まあ、ディープネイビーというよりはディープブルーぐらいの感じが僕は近いかなと思うんですが、この色味は使い勝手もいいし、程よくアクセントにもなってくれるかなと思います。またもっと明るさの漂うサックスですね、このあたりは着るだけでパッと夏らしさも出せるので、なかなかいいカラーになっていると思いますね。これは綺麗に見えると思います。そしてスモークグリーンですね、このあたりもなかなか渋みもあるようなグリーン
グリーン系ということでアクセントカラーになるんだけども、いわゆるですねパッと明るいようなグリーンではないので、大人っぽさだとかちょっと曖昧なカラーリングにおしゃれさを感じるような、そんな仕上がりになってるかなと思います。このあたりはもうブラックのパンツでギュッと引き締めてあげれば、それだけでちゃんと様になるかなと思いますし、あとは結構おすすめなのがブラウンなんかもちょっと渋さはあるんですけど、白パンなんかで合わせると意外と使い勝手もいいかなと思うので、いつもだったらなかなか選ばないカラーをあえてセール価格で買うというのもなかなかいいかなと思うので、結構色選びが大変かなと思いますが、こちらの T シャツぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っています。はい、続いて8点目ですね。これもアーバンリサーチですね。結構今回アーバンリサーチの割合が多めですね。これはですねなぜかというと、各セレクトショップのセール価格を全部見ていったんですけども、その中でも比較的ですねセールになっているものの分量が多かったのと、僕自身が普段からチェックしているものでセールになっているものが多かったので、結構セールアーバンリサーチおすすめかなと思います。でその中でおすすめしたいものの8点目なんですけども、ストレッチボーダー T シャツですね。これは7700円だったものが、まあ、20%オフ、そこまで大きな値下げ率ではないんですが6160円になっています。セールの価格でもそうじゃなくてもですねおすすめできるような、まあ、すごく今っぽくてなおかつ定番的な要素もあるような、そんなアイテムなので皆さんにおすすめできるかなと思います。まあ、そもそもボーダーの T シャツというのはここ数年ですね緩やかにトレンドアイテムの一つになってきてまして、ボーダー自体は定番なんですよ。その中にサイズ感を肩を落としてちょっと緩めにすることで、まあ、今っぽい雰囲気にしたものが最近は多く出てきています。まあ、その中でもアーバンリサーチのオリジナルに関してはボーダーのピッチがあまり太くなくて結構細めなんですね。これだったら大人の男性にも似合いやすいような、そんな上品なボーダーに仕上がってるかなと思います。個人的にはホワイトとブラックの2色で構成されたような、すごくベーシックかつ使い勝手のいいですねボーダーの T シャツというのがかなりおすすめで、これにですね白パン合わせてみたりブラック系のパンツ合わせてみたり、場合によっては短パンで合わせてもらってキャップをかぶってそしてサングラスをかけるみたいなスタイルなんかも結構収まりが良かったりするので、意外とですね子供っぽく見えると思いきや似合うような大人の男性も多いアイテムになっているかなと思います。まあ、素材にはですねレイヨンもミックスされているので、これまたですね微光沢があって滑らかな質感が楽しめるんですね。ボーダーというカジュアルな素材感、そしてサイズ感はゆったりめなんですけど、素材の質感はちょっと光沢感があって上品なところも残している、このあたりのバランスというのが非常に心地のいいボーダー T シャツになっているので、これは1枚でも様になりますし、秋になったら上にシャツを軽く羽織るだけでも結構バランスがいいです。先ほどのリネンシャツなんかを上に羽織るようなスタイリングもすごくいいかなと思うので、まあ、ぜひこちらのボーダーの T シャツもチェックをしていただきたいなと思っています。そろそろゴールが近づいてきましたが、続いて9点目はシップスエニーのオーバーサイズキャンプポケット T シャツですね。こちらは僕の動画の中でも何度かご紹介していますし、僕自身も愛用しているアイテムなんですけども、5500円だったものが 30% オフで3850円ということで、かなり買いやすくなっていますね。これはかなりおすすめです。僕がですね愛用しているものはダークグレーなんですが、これはですね何度も動画の中でご紹介しているので、残念ながらもう在庫はなさそうですね。まあ、それ以外の色でも結構いいので、まあ、個人的におすすめしたいのはロイヤルブルーですとか、あとはですね、まあ、ベーシックなネイビーとかもいいと思います。キャンプポケットというのは腰の部分ですね、この部分にポケットが大きくついているので、まあ、シンプルな無地の T シャツでもデザイン的なアクセントが感じられるので、シンプルなネイビーだとか意外とブラックとかでも使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。これはですね結構サイズ感大きいんですよ。先ほどまでご紹介してきた T シャツの中でも最もサイズ感が大きくて袖も長いんですね。正直真夏だとちょっと暑苦しいぐらいなんですけども、このコットン USA の結構地がしっかりとしていてタフな作りの T シャツっていうのがかなり着てると病みつきになるんですね。僕も今年2年目なんですけども、ちょっとくたってきた感じなんかも結構味わいがあって良かったりするので、個人的にかなり活躍機会の多い T シャツかなと思っています。無地の T シャツなんだけどもポケット、まあ、ここのポケットに何か入れることはまずないんですが、ちょっとしたアクセントにもなりますし、かなりサイズ感が大きいので、これに対して短パン合わせるというのも結構それだけでも様になるんですね。なので結構おすすめの T シャツになってるかなと思います。一押しはロイヤルブルー、そしてブラックだとかネイビー、このあたりも含めて使い勝手がいいかなと思います。結構夏時期に活躍する T シャツが 30% オフはすごくいいなと思ってまして、3850円って言ったら、まあ、グローバルワークぐらいの価格帯かなと思いますし、それぐらいでシップスエニーの T シャツが買えるというのはかなりありがたいかなと思いますので、ぜひこの機会にチェックをしていただきたいなと思っています。
続いてラスト10点目なんですが、ジャーナルスタンダードレリウムのですね、カリフォルニアライトシェフスラブパンツですね。こちらは6930円のものが 30% オフで4851円になっています。これは使い勝手がいいんじゃないでしょうか。まあ、いわゆるですね、 GU とかでシェフパンツってよくやってるかなと思います。腰回りが360度ゴムになっていて、すごく着脱が楽で、サイズ感としてはちょっとゆったりめでストンと落ちるようなものになっていまして、今のトレンド感を抑えたような、そんなボトムスになっているんですね。まあ、GU で同じようなものは売っていますが、ちょっとですね、価格帯を上げて大人っぽくこなえた感じが出せるのがジャーナルスタンダードレリウムの良さかなと思っています。その中で個人的におすすめしたいのは、もう断然ナチュラルですね。SML3 サイズ全部残っています。白パン系はやっぱり夏は持っておくとめちゃくちゃ便利なんですね。特にトップス系が重たいチャコールグレーだとかネイビーだとかブラックだとか、そういったものの場合は白パンを履くだけで一気に夏っぽく見せることができるので、今回ご紹介した着こなしの中にも非常に親和性が高いかなと思います。で、こういった白だとかナチュラルのような明るめのボトムスというのは、細身でキュッとしたものを選ぶとすっごいキザっぽかったりだとか今っぽくなかったりするので、少しサイズ感緩い方がいいんですね。そのあたりはシェフパンツのちょっと緩めのシルエットとの親和性は非常に高いかなと思うんですね。かといってワイドにしすぎてないのが使いやすいポイントなので、これはバランスいいんじゃないかなと思います。素材はコット 100% なんですけども、ちょっと素材にはですね、節があるような形で平坦に見えないのが季節感があっていいなと思う点で、さらっとしたシンプルになりすぎないような素材感が僕はなかなかいいんじゃないのかなと思います。もちろんオフホワイトもいいんですが、ベーシックなブラック系ももちろん使い勝手がいいかなと思うので、このあたりは複数本持っておいてもいいぐらいですね、使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。他のカラーはちょっと難しいかもしれないので、白黒ですかね。これが 30% オフの4851円というのはかなりお手頃かなと思います。先ほどご紹介したような T シャツから半袖シャツ、リネンシャツまでしっかりとカバーしてくるようなボトムスなので、ぜひ皆さん白パン持ってないなという方はですね、これを機会にゲットしていただきたいなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画ではセールのおすすめアイテムをですね、皆さんに10個ご紹介させていただきました。まあ、事前にですね、動画を撮る前にざっくりと準備をするんですが、まあ、10個選出するだけで、あとは中身は何も考えないでその場でですね、即興でやってるので、ちょっとラジオ感覚のような形でお伝えしましたが、まあ、どれもですね、すごく良いアイテムばかりです。セールで物を買う時のポイントなんですが、セール価格だから買うんじゃなくて、これ定価であっても買いたいと思えるかな、ここがすごく大事だと思うんですね。今回僕が選んだ10個もセール価格じゃなくてもしっかりとおすすめできるような、そんな名品が多かったかなと思います。まあ、ぜひ皆さんもですね、まあ、冷静に見てください。どれもこれも魅力的には感じるかなと思うんですが、まずはクローゼットの中開けてみて、自分の今のワードローブの中に足りないものがあったら買うのでいいと思います。安いから買うっていうのは一番失敗しがちなので、自分の足りてないものをですね、補足するような形で今回の動画をですね、活かしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人男性に向けてメンズファッションの基本、なるべく分かりやすく解説をしたいなと思ってるんですが、まあ、今回ご紹介したようなセレクトショップのオリジナルだとか、あとはドメスティックブランドだとか専門ブランドだとか、このあたりのですね、動画の内容に関しましては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しめに解説をしています。セール情報もですね、ドメブラだとか結構そのあたりもしっかりと解説をしていますので、気になる方はですね、こちら動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段ですね、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンというものもやっています。まあ、こちらの方では動画ではなくて文章と写真ベースで、だいたい 1,2 分でサクッと読めるような記事をですね、僕の方では毎日更新をしています。また僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっていますし、まあ、それ以外にもですね、参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができますので、ファッションが好きな大人の男性が集まってワイワイ楽しめるようなコミュニティになってますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。